ゆうた、ゆうま、ひゅうが、はい、ハゲてる先生、体育祭でめっちゃ笑顔、ヤマト、コンバットです。今日はサウナということで、TikTok のヤマトです。今日もコラボよろしくお願いします。お願いします。僕がですね、サウナが大好きだと、先日ですね、整え親方というサウナの第一人者の方にサウナを教えてもらって以来、サウナにこれバカハマってしまいまして、実はですね、この二人にはちょっともう布教済みなわけですよね。どうですか、サウナ。大好きです。大好きですよね。立派な趣味としてね、ここ3人がちょっとサウナ好きなんですけども、あんまりっていうことだよね。僕らそうだね。うん、俺ね、もう濡れ場は好きじゃないのよ。でもカネもちょっと濡れ場があんま好きじゃないの。大嫌いね。着替えの時すごい嫌いだけど、サウナ行きたいなって毎日行ってるね。まあ僕たち今週ちょっとコラボとかですごいバタバタしてるんですね、ちょっとやっぱ疲れてるなって。そうよ。サウナってやっぱり疲労回復っていう面が激しくあるので、本日ちょっとサウナ企画にしていきたいなと思います。わがままな企画だな。いいじゃないですか、楽しいことやっていきましょう。仲悪いということで、本日の企画、コムドットサウナ部。サウナ部をちょっと作りましたと。めちゃ僕部長やらせていただいてますよって。ああ、なるほどね。はい。僕は何やってますか。新入生です。新入生でーす。今日新刊。そう、新刊ですよ。ああ、なるほどね。おいおいおいと。ゆうたくんがこの間ひゅうがくんにちょっと連れてってもらったみたいな話を聞いて、あんまり疲労回復においてはすげえいいなと思って。うんうんうん。別にそんな行かないかな、俺は。なるほどなるほど。でもやっぱり、まあ、新入生が教えたっていうことなんですよ。そうだよね。まあちょっと本日部長直々にちょっとまあいろいろレクチャーしていきたいなっていうことで、はい、より気持ちいいサウナの入り方をちょっと軽くここで紹介させていただきます。サウナに入る、水風呂に入る、それ外気浴をするっていうこの3工程が必要なんですけど、大体の人がこの外気浴っていう工程をすっ飛ばしちゃってる可能性があって、で俺もその教えてもらう前はそうしてたんだけど、この外気浴がパないんだな、ぶっ飛ぶわけですね。だからその工程をちょっと説明していくんですけど、まずサウナ、これ時間決めてみんな入るよ。でそれがダメ、寝る時で友達と競うのもあんまいい入り方ではない。だから友達と同じサイクルで入ってるのがもはやよくないってこと。うん、そうそうそう。これサウナ出るタイミングなんですけど、入っててあきついなと思ってから大体100秒後に出るといいって言われてますね。だからそれぞれ体感で違うじゃないですか、うん、変な話、お酒飲んでる日とか満腹の日とかそういう空腹状態とかで全然違うらしいんで、まあ、まずそこが1個ポイントです。なるほどね。自分のタイミングだよっていう。次は冷水に入るってことですね、うん、で冷水に入るときはもう全部肩まで全部入ります。で桶とか使って外出てこう頭とかまで冷やせるとベスト。で大体冷水は1分ぐらいかな。でその後外気浴なんですけど、まあ、外雨降ってなかったら外とか出てタオルで水滴取って、まあ、座ると。普通にね、まあ、整え椅子っていう椅子があるんですけど、それがあればベスト。で外気浴が大事で、まあ、大体こうね座ってると体がブワーって上がってきて気持ちよい。うん、そうだよね。でみんな今お腹空いてると思うんで、でお腹空いてる時サウナ行くのこれベストなんだ。空腹ね。そう、空腹状態でサウナ行って整えてからご飯を食べるとめちゃくちゃ美味しいんで、うん、まあ味の変化が分かる僕たちがいつも行ってるラーメン屋にサウナの後行こうかな。おーっしゃ、やばい。いや大丈夫かな。本日これ全景品ね。おおガチか。でも2人は本当にもう、あ別にって思ったらそれもリアルに言ってもらって大丈夫、うん、正式なルートを踏んでダメだったらダメで大丈夫。今日はちょっとガチでやっていきたいと思います。オッケー。それではやっていきます。はい、ということで向かっていく。行こう。よろしくお願いします。よろしく。これプライベートじゃ俺とヒューガ君ありえないっすからね今。ヒューガってなんで借金してるの。お前のせいだよ本当に。勘弁してほしいよお前と買い物行ったせいで。だから言っちゃえば北海道行ったじゃないですか、うん、で北海道の飛行機代とかもご飯代とかもいろいろありまして結構お金かかって、うんうん、でまあ副代一月で100万ぐらい使ったんじゃないかぐらいの使いようだったんですよ、うん、相まっちゃったんだ。相まっちゃっていろいろ別に荒ぶったとかじゃなくて。坊主のアーティストの。それは荒川よしよしよ。違うよお前、アイコニックだよお前。ジンクス。何荒川よしよしってアーティストじゃねえし。荒ぶったって言った時に入ってきたからもう荒しか入ってこなくて。じゃあ相まっての時だろお前。あそっちの時、あそっちの時ね。ゆうまくんなんて借金まみれで足なしですからね。チャリすらないからね。やばいね。撮影は毎回ゆうたがすいませんありがとうございます。俺が行ったりもするし。お前優しいメンバー持ったなマジで。みんなありがとうバニー。何言ってんだ。コウくんラーメン食べ行きたい。コウくんコウくん。いやお前まさかの一人二役やれよ。コウくんラーメン食べ行きたい。コウくん今日撮影頑張ったからラーメン食べ行きたい。一円。さっきラーメンばっかあかんお前。コウくんコウくんラーメン食べ行きたい。一円。一円。なんて。
の顔してる時歌い始めないよ。もう着いたかな。着きましたよ。おう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 じゃねえよお前。速攻入ろうね。速攻入るとんせいなしよ。ありとんせいな関係ないでしょ。では速攻だけに。うん早いからね。ジクス終われカス。ジクス。いや負けだよ。俺負け。俺負け。今のマジで俺負け。お前ね。はいはいはい。俺負け。喋んなよ。元気に負けやがって。お前犬間くんじゃねえかよ。お前犬間くんだって。違ったよ。100% 犬間くん。違って犬間くんにしては髪が角刈りすぎたよ。犬間くんもっとあのパーマとかで。じゃあ生妻くんだった今。いやお前新妻くんだろお前。新妻くんは確かにああいう髪だったけど。新妻くんってどういう声なんだろうね。別に低くないよ。うん別になんかね気さくな声だった気がする。いや想像で話してみていい。うん。おいレイヤー。お前レイヤーあかんお前。いやまずはコウ君や。新妻くんじゃなくてコウ君になっちゃう。やべえ俺ら YouTube チャンネルに新妻くん出てきたぞついに。ついたんで。お疲れした。じゃあこれからねちょっとサウナ入っていきたいと思います。まあ中は映せないんでまあちょっとまあ整えて帰ってきて、うん、まあ感想言ってみたいな感じでやっていきたいと思います。それではサウナレッツラーショー。 はいということでやってまいりました。整いました。どうでしたか仮入部員的には。気持ちよかったですね。あーまだかまだ伝わりきってない、うん、これ飯食ったら変わるな。いやぶっ飛んじゃうんじゃないこの後の飯や。これ今からこれラーメン食べに行きます。これ合法。これ合法。あれ俺仮入の一人がなんか決まっちゃってんだよね。仮入どう。この後にまたさらにラーメンを注入ってやばないですか。声質がもう面白くない人や。うんもう気持ちよくなっちゃってる。面白くない人。面白くない人お前。どうでした。なんかゆうまくんなんか感覚みたいなのも入った後にこの生実況みたいなしていただける今日。僕外で外記憶したんですけど、うん、星がやっぱブレて見えたりなんか二重になって見えたり。言い方悪いですけど飛びましたね。まあそうだね。しょうがないよ。合法だからいいんだよ。薬とかやったことがあるわけじゃないからさ、うんうん、あれだけどなんかそういうことを言ってる人いいやん。こうなるんだろうなって感じだよね、うん、なんかさブルんない。しかも寒くないの。全く寒くない。あとそこがやばいね。この時期ってさ割と露天風呂が出た時さふみたいな、うん、寒みたいになるやん、うん、それがない。寒くないって、ねね、水風呂でギュッて締めてるから、うん、もう一回今のふい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 だけ。ふい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 。あ結構かわいいね。だろお前こういうの来て可愛いな。でももう一回なんでもう一回やらすんだよ。なんで2回ぐらいなんでもももも上げが。もう一回やってもらっていい。ほら足入ってきた。ポケモンの転がるみたいな。だんだん強くなる。まあこっから、まあ、飯食いに行くっていうね。ファンのサウナーの方はちょっと知らない方もいると思うんですけど、これ飯食うっていうのが大事。マジそうだね。まだ空腹だからね、うん、これ飯食って整え完了ですから。油そばなんて疲れてる時に注入しただけで飛びますから。そうだよ。2日で9本撮ってるっしょ。ガチやばいよ。2日で9本。撮影時間多分ストーリーとかでファンの方見てると思うけど、あれが睡眠だからね俺ら、うん、でもやっぱここできちんと締めて整えて、うん、また明日でかいコラボあるんで。俺ね日記みたいで好きなんだよ。疲れたら疲れてるのを動画に出して休憩も入れて。分かるもんねこの動画を見てたら。あの時多分きつかったんだな。うん、こういう企画打ってる時は俺らきついんで多分。そうリラックス。そういう系の企画打ってる時やばい。まあここはやっぱちょっと飯テロとかして。じゃあ向かいますか。お願いします。それではラーメン屋さんにレッツラーショー。はいということでね行きつけのラーメン屋さんやってまいりました。早く入らせてくれ。都市企業行きましょうか。しなさい。お邪魔します。ただいま。マサ。はいどうぞ。マサ今日 YouTube 撮影大丈夫ですか。ありがとうございます。ヒューゴがラーメン誘ってくれた以来。誘ってくれた間違いない。バカ起こしてやん。え、モザイクかけますか。あ、いや、大丈夫です。え、これ出んのメディア。メディア出ます。まあいいや。え、大丈夫ですか。結構再生されますよ。まあ、しゃあない。え、何やってる方なんですか。建築。結構偉い人ですか。そうだね、あの店長代理みたいな。わかりやすいね。みんなで一斉にさ、こうやって首あっち向いてさ、こっち向くやつやんな。いいよ、せーの。お前さ、ゆうた。こいつバカだよ。じゃあ次こっちね。せーの、ほい。おい、ゆうた。ゆうた、お前おもろいんだろ、今。ヒューが、ちゃんとやれ。じゃあ、揃うとかね。いった。ちゃんとやれよ。ちゃんとやれ。違う。せーの。はいはいはい。はいはい。せーの。はいはい。ボンボンはやったの。全部やった。なんでなんだお前。じゃ壁見てるやん。2回ぐらい。最初流れっす。やった。
った。てでーん。首の角度だけでこんなに受けるか。どうでしょうか。これやばない。パディ系でやったらやばいだろ。いただきます。どうぞ。お疲れ様。うん、泣いたみたいな感じで、おなみたいな。あやちゃんにやって感性変わったし、めっちゃテリが楽しい。あやちゃんめっちゃコラボ楽しかった。完全にこれノリマチ JP やん。ノリ間違えちゃった。仲町 JP さんって角立ってんだろうが。 JP 君のさ、角立ってるってバカ者じゃなかった。顔が白い。お前角立ってんだろって。ありがとうございます。やばすぎ。あいよ、ヒーチンクッピークッピー。俺はこういうの好きぞ。うまそう。うまそう。なるほどね、これね。あ、バゲモンや。ちょ、ヒューガ、一口ちょうだい。ヒューガ、一口もらっていい？あ、メンマやば。一口もらっていいか。さ、俺は動物園のさ、馬か、お前。一口食え。なあ、女子がな。あんま良くなかったよ、ね、動物園のさ、って言ったんだ。うん、うまいね。これだけがマジだな。うまいね。うん、うまいね。はい、ということで買ってまいりました。どう、だいぶプライベート動画みたいになったの。楽しく遊びに行ったみたいだった。ちょっとあ、そうみんなで仮入部期間なんですけど、そう、今日で終わるんだね。ああ、今日で仮入部期間が終わって、本入部どうするかってことか。まあもう君たちももう2年生に上がる。まあありがとうございます、本当に。ちょっと1年どうするか決めてもらって。なるほど。だいぶ疲れてるっすよ先輩。まあ俺いいって言ってるから。あんた長いんだよな、サンラブ創設者って聞いたけど。まあそう、まあ、うん、まあ、あんたってお前も長いの。はい、長いっす。長いっす。敬語の。デブです。敬語な。合宿とかあんのこれ。あ、合宿とかもある。今度ね、北海道でちょっと招待されてるんで、そこ行って、まあ、サウナ入ろうかなっていう。あ、ほんと？サウナ。整え覚え方さんのとこ。そうそうそう、にちょっと招待いただいてるんで、まあそこに。まあもしサウナ部入っていただけるってことだったら、そこにミシン連れて行こうかな。なるほど。あれ？後ろは？後ろは？どうした？入部しやすい。あ、よろしく。おー、よろしくな。よろしく。よろしく、よろしく、よろしく。いや、今までやった雑用全部押し付けた。そうだな。本当にそうだな。お前雑用だったんだ。雑用だった。お前って言われる。いっぱいなんだよ、今の雑用。まあまあ、部長、よろしく。こいつ偉そうなんですよ。じゃあ、こいつ、急に気持ち悪いですよ、先輩。お前入るな。秩序乱れる。入ります。入部で。おー、見舞とかしてないっすよね。北海道に行きたくて、すごく。あ、それだ。もちろんね、北海道に行くこの旅費とか全部、あのうちの部活から出す。うわ、部費で。そうそう。あ、そうそう、最初部費徴収しないと。いくら？これ40万。40万、あ、じゃあ立て替えといて。あ、じゃあ僕立てとけますね。僕たち何で入れたの？あ、優待。俺がさ、一人でやってる部活だったから、学校側にさ、もう潰すぞお前の部活って言われて、緊急で入れたから。まあ一応だ、40万、40万80万円で OK。 そう、で、それは北海道。そう、それは北海道。なるほど、 OK、 OK。 で、戦えるから。うん、とりあえず取ってて、じゃあ頼む。頼みますとか頼む。いや、部長だからね、一応お願いしといた方がいいんじゃないですか。お願い。あと3ヶ月ぐらいでしょ。な、頼むね、本当に。引退は引退は。そうだ、引退して。引退したら自由な、俺らの代な。まだ俺引退した後もしつこく来るタイプだ。魚住って言うから俺三井くらい。三井が残るからね。やじやじ言うからね。見てねえなーっつって。両手に言うから。もしこの後サウナ部入りたいという方いれば、もうこの後サウナ部って思った瞬間からこの後サウナ部です。うわー、プロティティギャングみたいな。かっこいいね、なんか。だからなんかコムドットのアカウントを持ってる人持ってない人もなんかこうね、インスタのプロフィールとかにコムドットサウナ部とか書いてくれれば、おサウナ好きなんだなって。うん、ぜひインスタライブコラボした時とか、オフ会もしやった時とかにサウナの話ができればなと思います。まあこんな感じでね、楽しかったね今日は。楽しかったね。けどあともう一歩撮影があると。で現在1時35分。はい、昨日も撮影あったの3時ですよ。まあまあ、閉まっていきましょう。閉まって整えましたから。それじゃあまた次の動画でバイビー。